Hey, how's it going, everyone? This is the Anime Man. Welcome back to some more Corpse Party, episode 21. So last episode, we started chapter 6, and Yui got destroyed. She became a carrot and died in a blender. Yeah. If you guys haven't seen last episode and you're hearing this right now, you're probably thinking, what the actual fuck? So I recommend going back and watching episode 20 to find out what happened. Anyways, we're up to round 2 of the cooking battle. I hope I made the right choice in the first episode. But yeah, we'll have to see. Let's keep going. かしこまりました。その前に、まずは現在の得点を見てみましょうか。まずはトップ、浦部さんが48点。ちょっと待って、そんなことより、ゆい先生は？お疲れのご様子でしたので、別室でお休みになられております。ゆうさい。私は人参なの。What? ぐるぐる、ぐしゃぐしゃ。Okay, that's weird. とまあこんな感じのご様子ですわね。ゆい先生、一体何があったの？よくわかんないけど。サチコが用意しているペナルティってやつは相当ヤバそうだな。うん、下手な料理は作らないように頑張らないと。コホン、浦部さんの次に高い点は、もうそんなのいいから次に行ってちょうだ。サチコお腹空いてるの。これは失礼いたしました。それでは途中経過以下略ということで第2回戦を始めましょう。 Yeah, we know, we know. We saw our last episode. 適当すぎる。それでは第2回戦のお題を発表いたしますわ。今回皆様に作っていただくものはスープ。制限時間は1時間。今回も食材に関しましてはどんなものでも揃えさせていただきます。不自由がございましたら何なりと私めにご相談くださいませ。では始めますわよ。クッキングファイトレディーゴー。選手たちは椅子に動き出す。スープかとなればまずは肉。ガンデム刻み。肉、肉だ。肉がなければ話にならない。肉はどこだ。喉越しとコク、そして何よりも重要なものは、今回もあの二人はあっという間に自分の世界に入っちゃってる。ったく、今度はスープかよ。もっとガツンとしたボリュームあるものを作らせろっての。岸沼、今度はどんなものを作るつもり？まだ全然決めてねえけど、遅いお前はどうすんだよ。私もまだ、でもちょっと傾向は分かった気がするんだよね。傾向？さっきのサラダ対決だけど、やっぱり丁寧に作ったものの方が評価が高かった気がする。そうだったか。あくまでも気がするって程度だけど。でもさ、手抜きの料理より心を込めて丁寧に作った料理の方が高く評価されると思うの。まあ物によるけど。って俺のサラダは手抜きじゃねえぞ。分かってるよ。あれが岸沼流の料理なんでしょ。おう、男料理ってのは手早さと豪快さが売りだからな。 My name is Zichi。 さてと、スープって言っても浦部ってやつみたいに手の込んだやつはできねえし、どうすっかな。そんなの私もだよ。変にチャレンジするよりも自分が作り慣れてるものを食べてもらうのが一番かもね。そろそろお二人も始められた方がよろしいかと。制限時間はすでに半分を切っております。 Now see it。 マジかよ。やはり肉はレアに限るな。勝手に刻み。グロテスクな見た目からは想像もできないこの芳醇な味わい。
一口飲めば誰もが私のスープの虜になるに違いないわ。 I like this voice actor. うわ、なんかまたすごいスープを作ってそう。おい中島、急いで作らないと間に合わねえぞ。そうだね、どんなスープを作ろうかな。 Shit! Okay, alright, so we got miso soup that was passed down from your mom, corn potage, I think that's what it's called, and oshiruko, which is pretty much it's anko beans, like anko beans but turned into a soup. I'm gonna go with the safest. Actually, we're feeding it to Sachiko, so I guess corn potage is like very childlike. So. Fuck, what's it? Ah, fuck it, I'll go with the miso soup. 日本人のスープといえば、お味噌汁だよね。私も作り慣れてるし、ちょっと自信あるんだけど、問題は、スープと言えるかどうかね。That's true. でも最近じゃ、外国で味噌スープなんて呼ばれてるみたいだし。お味噌汁もスープ。よし、お母さん直伝のお味噌汁を作ってみよう。Do it.ナオミとヨシキが一息ついていると審査員席にサトシたちがするところ。あれ、サトシすごく疲れてるみたい。大丈夫かな。あの控え室、本当もう勘弁してくれ。俺もうそろそろ限界なんだけど。おや、ヨシカズ様はすっしっかり待ちくたびれたご様子ですね。サチコもお腹ペコペコだよ。早くスープ出して。かしこまりました。それではトップバッターと参りましょう。今回も先陣を切っていただくのはこの方、木上優也さん。さあ、この芳醇かつ濃厚なスープに舌鼓を打つがいい。どんどんテーブルに料理を置く木上。その名も肉スープだ。I love everyone just goes silent. 店内をシーンと静まり返った。また肉。さっきの料理風景を見ていて分かってはいたけど、これは前回と全く同じ料理に見えるのですが、違いが今一つ分かりづらいですな。何を言っている。さっきのスライス肉よりも肉汁が多いだろう。私にはあまり変わらないように思いますわ。肉汁というより何かの体液って感じなんだけど。体液だろうと血液だろうと、肉から出ている汁という点では肉汁に違いない。それはさすがに無理があると思う。これって何の肉なの。肉は肉だ。それ以外の答えなど俺は持ち合わせていないんだよ。どうしてカタカナに何の肉か教えないのよ。コホン、たとえ肉汁に差があったとしても私には同じ料理に見えます。サチコ様、さすがにこれは失格なのではありませんか。でもトップバッターから失格出したらつまんないよ。では今回は失格とはせず、このまま試食と参りましょう。え、またこれを食べるのか。それじゃいただきます。キザミ君には悪いけど、どうか低い点数でありますように。やっぱりこれさっきと同じ味がする。確かにそのようですな。なんだ、期待外れね。何？うわ、バカな。この肉質の差がわからないとは信じられん。皆様、試食は終わりましたね。それでは評価の方をお願いいたします。サチコ様3点、ヨシカズ様10点、私たちは2点、持田さんも2点、水原さんは1点、合計18点です。これは厳しい。
なんだと、ふざけるな。この繊細かつ上品な味の違いもわからないとは、絶対にお前たちの舌がおかしい。だって本当に同じ味なんだもん。幸子飽きちゃった。私くらいの年になりますとコレステロール値が気になります。胃が、もう二度と食べたくないよ。貴様ら。あれならペナルティを受けるのは刻みで決まりだな。うん、そうだといいけど。大丈夫に決まってんだろう。あんなスープに俺や中島のスープが負けるわけねえって。では続きまして、中島さんお願いします。はい、私のスープはこれ、私のお母さん直伝レシピによるお味噌汁です。味噌汁か、毎日飲んでも飽きない日本人の心だよな。 I agree, サトシ。うん、サトシならそう言ってくれるって思ってた。でもスープといってお味噌汁を出してくるのはどうかと思いますわ。あれ、これは意見が割れそうですね。それでは早速試食と参りましょう。 Maybe it would have been better if I bring up this compotage。 大豆本来の旨味の効いた温かい味噌汁をいただき、審査員が感想を述べ始める。おい、静かに飲め。美味しかった。味噌汁って簡単そうで意外と繊細な料理だよな。この味噌汁はなんていうかすごくホッとする。そうかな。ありがとう、サトシ。よかった、喜んでもらえた。ナオミはきっと将来いいお嫁さんになるよ。本当にそう思う？はい、ラブコメタイムはそこまで。それでは皆様、評価の方をお願いいたします。 It looks like he looks kind of pissed. Oh damn。 幸子様1点、吉和様4点、私たちは8点、持田さんは10点、水原さんは4点、合計27点です。幸子さんが1点？そんなにまずかった？幸子、分かってるんだから。お母さん直伝なんて言って、幸子にお母さんのことを思い出させて情に訴えようって魂胆でしょう。 God damn it, I didn't think about that。 いや、そんなつもりじゃ。その腹黒さがすっごく気に入らない。だから1点。点数を上げただけでもありがたいと思え。なんだかすっごく納得いかない。でもとにかく最下位は免れたみたい。お次はこの方、浦部さんにお願いいたしますわ。God damn it, this chick。 いいでしょう。私のスープはこれです。冬虫夏草鶏スープです。 Jesus. What was that?これは冬虫夏草って、なんだ？なんだろう、私も聞いたことないな。ご存じないのも無理はありません。冬虫夏草、それは中国では薬膳料理に使われるキノコのようなもの。大変貴重な高級食材なんです。そんなもの食べられるのか？私としてはフカヒレスープよりも格段に美味しいスープだと思っています。へえ、そいつはすごいな。はいはい、質問。はい、何でしょう。キノコのようなものって言ってたけど、冬虫夏草はキノコじゃないの？そうですね、人によっては植物とも言いますし、もちろんキノコだという人もいます。あとは昆虫だという人もいますね。昆虫？平たく申し上げますと、冬虫夏草とは蛾の幼虫に寄生したキノコなのです。Wow. 冬の間にゆっくりとじわじわと幼虫の養分を吸い上げ、夏になると一斉に芽吹くのですよ。That makes sense. そんなの食べたくないよ。安心してください、味は私が保証します。
中華街などで食べようと思ったらいくらかかるかわからない一品ですよ。そんなにすごいんだ。とにかく召し上がってみてください。そうすればわかります。うん、まあ見た目は普通のスープだしな。おい、がっつくな。すごい。ああ、なんたる幸福。あまりの美味しさに舌がしびれてまいります。何？みんなうっとりしてる。それでは皆様、評価の方をお願いいたします。幸子様8点、吉和様10点、私たちも10点、持田さんも10点、水原さんは2点、合計40点です。すごい高評価。見た目、味、香り、栄養、ボリューム、これぞまさに完璧なスープでございました。文句のつけようがないよ。でも幸子さんとさつきちゃんの点数が満点ではありません。幸子もすっごく美味しいと思ったのよ。でも一回飲んだらもういいやって味だったから、そこを減点したの。うわ、幸子厳しいな。私はどんなに美味しくても虫スープだって思うと食欲がどんどんなくなっちゃったから。なるほど、今後の参考にさせていただきます。では最後の方になりましたね。菱沼さんのスープです。どうぞ。任せろ、俺のスープはこれだ。豚骨スープ with ラーメン。Why is everyone silent? I fucking love 豚骨スープ。店内はシーンと静まり返った。なんでラーメン？作り方は簡単だ。まずは豚骨ラーメンの素を湯に溶かす。Fucking you。あとは鍋で茹でておいた麺を豚骨スープにイン。もやし炒めを乗せて出来上がりだ。作り方は簡単だが味は保証するぜ。さあ食ってくれ。ねえ、なんでラーメンなの？スープだけじゃ腹は膨れないだろうが。そうだけどさ。まあ考え方だな。この料理の主役はあくまでスープ、麺はただの具にすぎん。そういう考え方もあるのか。ふむ。どういたしましょうか、幸子様。このまま試食へと進んで構わないでしょうか。失格。はあ？なんで？ちょっと待て！あいつのふざけた肉スープは試食したのに、俺のスープには手もつけないとはどういうことだ？だな。一応食べてから判断してもよかったんじゃないか。だってね、ほら見てよ幸子の丼。何？どうしたの？髪の毛入ってた。そんな幸子、不潔なのって許せないの。髪の毛入りスープなんて絶対飲みたくないもの。待ってくれ、すぐに新しいのを用意するから。ダメ、チャンスはみんな平等で一回だけよ。だから岸沼は失格ね。岸沼、どうやら料理において最も大切なことを忘れていたようですね。皆様もくれぐれもご注意を。では結果発表と参りましょうか。第2回戦の勝者は1回戦と同じく浦部恵美さんに決定ですな。ありがとうございます。そして今回一番点数が低かった方は失格となった岸沼よしきさんですね。くそ。運命はまだ俺の味方だったようだな。それじゃあ岸沼にもペナルティを受けてもらうわよ。何をする気だ。まさか髪の毛を俺の口に詰めるとか。それもいいけど、
さっきの道中仮想っていうのが面白かったなって。え、なんだよそれ。岸沼、おうし、what's going on? あ、なんだここ。土くせえ。つか、体が全然動かねえ。一体どうなってんだ。いや、それ以前に、これ俺の体じゃない。ん、背中になんか違和感。直後、ヨシキの背後で裂けるような音がした。うわ、だ、これ背中で、なんだ、背中から、俺の背中からなんか、はい、ああ、It's the 途中仮想。育つっていうキノコ。This is kind of terrifying, to be honest. なんでそんなもんが俺の背中に。参加者で残っているのはナオミ、キザミ、エミの3人だ。さて、人数も絞られてきましたね。ここからはまさに頂上決戦。より熾烈な戦いが繰り広げられそうですわ。というか、いつの間にかバトルロイヤルみたいになってるし。やっぱり勝てる気がしない。でも負けたら私、ユイ先生や岸沼みたいなことに。敗れ去った二人の哀れな姿が見える。料理は愛情。いただきます。俺は食うな。それでは次の対決はメインディッシュ、メニューはカレーライスでございます。それに子供が好きな料理の代表だもんね、きっと幸子も。それでは第3戦、カレー勝負、クッキングファイト。待って、いかがなさいました幸子様。もう飽きた。は、What? 今だから飽きたって言ったの。こんな小さなお店でずーっと料理食べて採点するだけなんてつまんない。それではこの勝負は中止、参加者は皆殺しということに。ちょっとここまで来てそんな。心配しなくても大丈夫、料理対決はこのまま続けるから安心してちょうだい。一瞬にしてあたりの風景が切り替わる。え、ここは天神小学校か。あれ、おー、ヘイガイズ、なんでこんなとこに。ん、もしかしてここ校庭。たく、また変な場所に飛ばしやがって。あ、ナオミだ、ヤッホー、成功。校庭にはさっきまでファミレスの中にはいなかった生徒たちの姿もあった。キサラギ学園の生徒たちではなく、白檀高校の面々や他にも那穂やさやかたち、霊体や死体の姿までいる。僕もここにいていいの？あの、私たちまで来てよかったのでしょうか。なんで幽霊までいるの？この学校にいるみんなに来てもらったわ。幸子様、これで一体何をなさるおつもりですか？
3回戦はちょっとルールを変えて、時間内にたくさん食べてもらえた人が勝ちということにするわ。審査員はここにいる全員よ。なるほど。つまり大量に食わせれば勝ちということか。なんか力ずくで食べさせる気満々に聞こえるんだけど言っておくけど、暴力で無理やり食べさせたら即失格。ちゃんと美味しく食べてもらってね。言われなくても分かっているさ。そう、病みつきになるほどの。サバイバーナイフを取り出して微笑み刻み、その目にはナイフの白い光が投影されている。全然分かってなさそう。さあ、3つのテントを用意したわ。それぞれこの中に入って料理を作ってちょうだい。他の人たちは1時間後に自分が食べたいと思ったカレーを好きなだけ食べていいことにする。一番お客さんが集まって一番多く食べてもらえた人の勝ちだよ。ふん、文化祭の出店みたいなものね。うん、それからたくさんカレーを作るために一人だけお手伝いをつけてもいいよ。さすが幸子様、なんとお優しい。はいはい、ナオミのサポート役私がやるよ。ありがとう聖子。愛する者の力になろうとするのは当然のことですわ。手伝いなど俺には必要ない。それならそれでいいけど、本当に大丈夫かな。あ、それじゃあ私がやってもいいかな、ゆうや。おお、頑張るな桐崎。黒崎は黙ってて。ねえ、いいでしょ。別に構わない。やった。じゃあ私は美月手伝って。オッケー、任せて。パートナーは決まったようですね。第3試合カレー勝負を開始いたします。試食は1時間後。それではクッキングファイト、レディーGo! I love this announcer guy. ねえねえ、ナオミはどんなカレー作るの? And before we move on to that, we're gonna save and end this episode right here, guys. Alright, so the tables have turned. Looks like it's a different kind of battle now. What the fuck is gonna happen? Who knows? But I think we're halfway through this chapter now, so hopefully we'll be done in another 2 more episodes? Maybe 1? Anyways, guys, thanks for watching. As always, like and favorite, if you enjoyed, subscribe for more anime banter. See you guys in the next video, or whatever I make. Keep watching anime. Ta-da!